背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて苦しい中で今生きている今を生きている背景ありがとう。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の海は厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め。今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけど苦くて甘い今を生きて信じ歩けばいいの。